和田菊夫は、日本の元レスリング選手。新潟県レスリング協会理事長。1972年、ミュンヘンオリンピックレスリングフリースタイル68キロ級、銀メダリスト。新潟県三島郡寺泊町出身。寺泊町立寺泊中学校時代は柔道をやっていたが、新潟県立館農業高等学校に入学してからレスリングに転校。 1969年に明治大学に進学。1970年バンコクアジア大会でフリースタイル68キロ級で優勝。国内では無敵を誇っていたが、1971年のレスリング世界選手権ではダンゲーブルに敗れて5位に終わる。ライバルであるゲーブルへの接続を期して臨んだ1972年のミュンヘンオリンピックでは再び、 ゲーブルと対戦するも手も足も出ない乾杯を喫して銀メダルに終わった。その後、1976年、モントリオールオリンピックを目指そうとしたが、大病を患ったために断念した。現在は、故郷、新潟へ帰り、新潟県レスリング協会理事長として、オリンピック選手を新潟から排出するべく、奮闘している。ありがとうございます。